ディズニーアニメーション映画リトルマーメイドの主題歌を演奏しましょう。この映画のストーリーは、地上の世界に憧れる人魚姫アリエルがふとしたきっかけで人間の王子エリックと出会うことから始まります。主題歌のアンダーザシーは、劇中でアリエルを地上に行かせないために音楽家のセバスチャンが海の世界の素晴らしさを歌い上げたもので、ディズニー音楽を代表する曲の一つとして広く親しまれています。それではアラン・メンケン作曲、辻孝弘編曲でリトルマーメイドの主題歌アンダーザシーをカラーガード隊の演技とともにお聴きください。Thank you.